これでいいか？よし、始めるぞ。こうしてもいいな。よし、順調だな。どれを使おうかな。火力を足すぞ。これでいいか？さてと、仕上げに入るか。よし、できたな。どの戦力を引き継ぐかな。これでいいか？完成したぞ。失礼します。あ、クローネ、どうかしたの？支部に何か用事？いえ、これといった用事はありません。そうなの？だったらどうして？あれ、クローネさん、どうかしましたか？ちょうどいいところに戻りましたね、ロジー。お聞きしたいことがあるのですが。あ、はい、何でしょう？エスカはここでの仕事をしっかりこなせているでしょうか？いきなり何を？エスカは仕事を終えて帰ってきても楽しかったとしか報告をしません。しかし役人の仕事は多忙なはず。もしや遊んでばかりで周りに迷惑をかけているのではないかと視察に来たのです。そんなことないよ、私だってちゃんと頑張ってるもん。心配なのはわかりますけど大丈夫ですよ。むしろいつも俺が助けられてばかりです。エスカがいなければ調合もできませんからね。開発班の活動の要ですよ。そんなに褒められてもなんだか恥ずかしいです。あらあら、そうですか。ロジーがそう言うのであればそれを信じることにしましょう。ではこれで失礼します。エスカ、あまりロジーを困らせてはいけませんよ。もうクローネたら、ちゃんとうまくやってるっていつも言ってるのに。それだけ心配してくれてるってことだよ。いいことじゃないか。さあ、クローネさんにもああ言ったことだし頑張ってもらうぞ。何せエスカは開発班の活動の要だからな。うん、うまく乗せられただけのような気がしてきました。調合しよう。
材料何にしよう。これでいい？よし、始めよう。まだ大丈夫そう。何が起きるかな。うまくいきますように。うん、いい感じ。これ、それじゃあ試合、いや、どの戦力を引き継ごう。これで完成したよ。材料何にしよう。これでいいかな。よし、うまくいきますように。何が起きるかな。これもいけるかな。これでいい。それじゃあ、どの戦力を引き継ごう。これでいい。これでいい。完成したよ。レベルアップ。そういえば、スレイヤさんってどうしてそんなに遺跡にこだわるんですか？
そんなにってほどでもないと思うけど、何か変かしら。変わってますね。やろうとしていることがいつも仕事の域を超えている気がします。はっきり言ってくれるじゃない。いいわ、この際だし歴史研究家がどういうものか教えてあげる。あ、それはもう少し詳しく聞いてみたいです。具体的には何をするんですか？知っての通り、前時代文明は高い技術力を持っていたわ。どうやって作られたのかもわからない建築物、それそのものに宿っている不思議な力。この町のリンゴ園だって遺跡の力を有効に利用しているじゃない。そうみたいですね。クローネに聞いたらいろいろ教えてくれるかもしれないですけど。あの人はダメよ。ああ見えてものすごく口が固いの。もしかして。なるほど、そういうものなんですか。え、どういうことなんですか？気にするな。昔のことはそう簡単にわからないってだけの話だよ。で、その失われた技術をどうにかして再現しようとするのがあなたたちの仕事でしょ。私の場合はそれらが使われたり作られたりした背景を考察するのが仕事なの。でもそれって私たちの生活とはあまり関係がないですよね。まあ、前時代での生活と俺たちの生活じゃ前提から全然違うかもしれないしな。なんてことを言うの？関係あるに決まってるじゃない。前時代の人々の背景から私たちとの違いを明確にすることで彼らと私たちの生活や実態を探るのよ。確かに彼らに豊富な技術力があったのは間違いないわ。だからといって私たちと何もかもが違うとは限らないでしょ。そうですね。錬金術が再発見されてからこれまでの研究で分かったことなんてほんの少しなのよ。今はまだ前時代の技術を模倣したりするのが精一杯だわ。それでも将来的に私たちの技術力はきっと彼らを追い抜けるはず。だとしたら滅んでしまったとされる彼らと同じ道をたどるわけにはいかないでしょう。錬金術師たちによって技術が進化しきる前に前時代の歴史をしっかりと私たち歴史研究家が人々に示さなければいけないのよ。なるほど。どうしましょう。スレイヤさんすごく怒ってます。怒らせたのはエスカだろ。なんとかしてくれ。そんな、ロジーさんだって同意してくれたじゃないですか。ちょっと聞いてるの？大体役人は。話がそれ始めている。これは長くなりそうだな。これからどこに行くんだい？調査も楽しんでやらないとね。さあ、調査の邪魔だわ。邪魔するな。手加減なし。切り裂け。これでどうだい？おまけ。